こんにちは、エバとたけしです。今回は、あなたを無能だと責めてくる人の言葉を信用しないというテーマでお話ししていきたいと思います。人間はそれぞれ違う存在です。すべての人間は違うのだから、すべての人間が自分にしかない能力を持っています。あなたが今日まで生き延びているというのは、あなたは自分にしかない能力を使って今日まで生き延びているということになります。この世界にあなたと全く同じやり方で今日まで生き延びてきた人間はいません。他人はあなたがどんな能力を使ってこれまで生き延びてきたかを知りません。それなのに世の中にはあなたには能力がありませんよ。あなたの能力は低いですよ。と言わずにはいられない人がいます。そのようなことを言う人はあなたの能力に気づいていないだけです。そのような人は自分に他人の能力を見抜く力がないということに気づいていません。そのような人は全ての人が持っている自分にしかない能力を見ようとしません。結果として、俺にはお前の能力がわからない。だからお前は無能だとなってしまいます。世の中には自分の価値基準が絶対と思い込んでいる人がいます。たくさんお金を稼ぐ人が偉いんだと思い込み、自分より稼いでいない人を馬鹿にする人がいます。どれだけ持てるかという基準でしか他人を見ることができず、自分より持てない人間を見下す人がいます。俺はあいつより学歴が上だ。私はあの人より良い会社に就職している。だから自分の方が能力が高い。と考える人がいます。世の中には自分が採用している価値基準を満たしていない人に、お前はダメだ、お前はバカだと言わずにはいられない人がいます。そのような人に、お前には能力がないと言われ続けていると、私は無能な人間なんだと思い込んでしまうことがあります。あなたが今日まで生きてこられたのは、あなたに能力があるからです。あなたは自分にしかない能力を使って今日まで生き延びることができています。だからそんなことができる自分を褒めてあげましょう。世の中には他人の能力に気づくことができず、他人を批判することしかできない人がたくさんいます。世の中にはお前はダメだ、お前はバカだと言わずにはいられない人がたくさんいます。生きていれば十分すぎるぐらい他人から責められるのだから、自分で自分を責める必要はありません。世の中はそのままのあなたを否定する人だらけなのだから、あなたぐらいは自分のことを肯定してあげてほしいと思います。あなたは他人と一緒になって自分をダメだと責める必要はありません。他人に何と言われても自分にしかない能力を使って今日まで生き延びることができている自分を徹底的に褒めてあげてほしいと思います。あなたの能力に気づくことができない人の言葉、あなたの能力を見ようとしない人の言葉を鵜呑みにしないように気をつけていきましょう。私はすべての人が自分にしかない能力を持っているということを知っています。私は自分にしかない能力を使って今日まで生き延びることができています。私は今日まで生き延びることができている自分を徹底的に褒めてあげます。私は毎日一生懸命生きている自分を徹底的に褒めてあげます。私は他人に何と言われようと自分には能力があると信じ続けます。私は他人に何と言われても自分だけは自分を肯定します。私には自分を幸せにする能力があります。私は日々自分を幸せにする能力を高めています。私は自分の能力で自分を幸せにすることができます。私は自分の能力に気づくことができない他人の否定的な言葉を
受け入れる必要はないよ、と自分に語りかけています。